はい、やってまいりました。耳ね、引き続きやってきたわけですが、耳なんですけど、昔のね街並みがあるということで来たんですけど、街シリーズ的な感じでね行ってみようかなと思うんですけど、もうねすでに白壁があるんですよね。何しようかな。でももうすでにね雰囲気がちょっとレトロっぽい感じ。相当古い感じ、昔屋なんですかね。まあ歩いて新見駅まで15分か20分ぐらいの距離なんですけどね。昔ここがね多分栄えてた場所だと思うんですけど、結構暗い屋敷みたいなのが多いですね。レトロな感じなんですけど、やってないお店が多いですね。結構古いお家も多いですね。よし、よし。
はい、来ました。竹とか木があって城下町が見えるってわけじゃないですね。白山公園の真ん中ぐらいのところから見えるんですけど、あれがあのと建物、まあ、案内状的なとこですかね。で、まあ、本町とか下町とかいうエリアがね、この下にありますね。まあ、その当時の町並みがねあって、いい場所です。約1週間ぐらい前よね、この間を、氾濫して、かなりのね、その浸水被害があったり、山川とかも土砂崩れがあったり、この新見市内ね、結構ひどい状態だったんですが、今もね、川の方ではその当時のね、あの山からのその岩というか砂利とかがね、蓄積してますね。普段はこういう感じじゃないんですけど、なんか本当にね、結構古い感じの街並みが多いですね。さっきにしたいですね。新見の洪水大雨の件があったんで、心配だな。さっきに見せる。元の場所に戻ってきたんですけど、まあね、いろんな場所がありました。高瀬舟の発着地点、まあ行ってないですけど、そういうとこもあったり、まあその武家屋敷通りとか、その当時の時代の流れをね感じるところがあるということで、はい、こういう感じでありました。結構ね、雰囲気的にも結構いい場所なんで、ぜひね、興味ある方はね行ってみてください。もう写真撮影とかそういうのも全然ありだと思います。はい、というわけで、またね、YouTube の方、スピチューブの方よろしくお願いします。耳ね、活性化のためにちょっとでもね足を運んでくれたらいいかなと思います。それではまた、失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。